原点に当たれでも見捨てられてしまったそれの第2弾です第2弾は車のウインカーのポジションランプについて説明しますまあ、普通車買えばウインカーとかの透過類そういうものはちゃんとしてます何もいじれなければそのまま車検も取りますただドレスアップの方法としてこのウインカーのランプあれをそのポジションランプとして使うそういうドレスアップがあります まあ、アメリカから来た、そういうドレスアップみたいになるんですけど、通常ウィンカーで両方とも消えてて、それ方向指示を出すと、そっちの方がパッカパッカ点滅する。こんな感じで点滅する。そういう感じです。ただ、ドレスアップとして、常に両方点灯させておきます。常に両方点灯させて、それで、ウィンカー、ウィンカーの方向指示の指示が出たら、まず一つのパターンとして、 指示が出たら両方消して、それでパコパコさせる。それで指示が終わったら、また両方つける。こういうロジック。こういうロジックがあります。あとは、両方ついてて、それで方向指示があると、その指示のあった方だけ点滅させる。ない方はそのままつけっぱなし。こんな感じですね。こういうロジック。それ2つあります。でこれ、なんか調べても、<laughs> どっちが正しいって載ってないみたいですね。だからなんか、車検場のその人によって通ったり通らなかったり、そういうことがあるみたいですね。あの、車検場、車検場に行った場合ですね、国土交通省に問い合わせた人がいるんですけど、その人もどっちでもいい。それは現場の判断に任せる。そういうふうに言われました。前に話した野球のそのファール、ファールフライとファールチップの違い。 それと同じですね。現場で任せる。まあ、ちょっと気持ち悪いですね。まあ、ちょっとこういう図書いてみましたけど、これ画面に添付しておきます。それなんで、このウィンカーのもん、あのウィンカーのポジションか、それディーラーが嫌うのか、そういうことを考えてみたんですけど、それあのディーラーって、あの車検上、自分で持ってます。車検って、あの国の機関に受けに行く方法も、 あります有罪ーー車検みたいに。あと、ちっちゃな整備工場ですね。自分のところで車検の設備を持ってないから、車検場に持っていく。そういう方法があります。あともう一つ、民間車検場って言って、しかるべき資格を持った整備工場は、そこで車検できてしまいます。そ,れそういうところですね。民間の車検場で、このウインカーのポジションか、ウインカーのポジションで、それで両方消,消さずにとか、つけたまんま、 そういうのどっちかわからない状態で車検を通してしまうと非常に怖いと、怖いことが起こります。これ何が怖いかと言いますと、整備不良の車を、整備不良の車とか国土交通省のルールに従ってない車を車検を通してしまった民間車検場がそんなことすれば、もしかしたら民間車検場の資格、剥奪されてしまう恐れがあります。だから、 DIY でウィンカーのポジション化を行った人は車検の前に戻してくれ、あとは強制的に戻されてしまう。そういうことが起こると思います。これ、明確な基準がないから、こういうことが起こるんじゃないかなと思います。ちなみに、市販されてる車、今、新車で買える車、ウィンカーをポジションランプで使ってるものないです。ただ、そういうものルールで決められてるのはなぜかと言いますと、農作業とかの簡易的な車、 あの農,農業用のトラクターとかそういう車ですね。そういう車の透過類をシンプルにするためのルール、ルールであります。それであるみたいですね。まあ、それがあれば、ポジションランプっていうものと、ウインカーのランプ、方向指示器のランプ、それ別に持たなくていいですね、今の乗用車ですと、ポジション用のランプがついてて、それでウインカー用のランプ、あとはメインの透過こんな感じで揃ってます。ただ、 それを減らせば、1つ減らせます。1つ減らせますので、配線も減らせますし、ランプ周りもシンプルになります。ただ、自動車の場合は、これ今までの伝統で、このサンセットが備わってるって感じですね。それで、ウィンカーのポジションランプ、ちょっと気持ち悪いところができてしまったんじゃないのかなと思います。ちなみに、アメリカですと、後ろのテールランプ、テールランプとウィンカーのポジション。 あと、ブレーキランプ。それ三つ兼ねてるものもありますね。あれは日本じゃ通らないんですけど、もともとああいう車を輸入すれば OK みたいですね。暗い時、ぼんやりと、ポジションランプとしてリアの赤いランプがついてて、それでブレーキを踏むと強く光る。あと、ウインカーを出すと、そのウインカーを出した方が点滅する。これ一個でやってるシンプルなものがありますけど、アメリカでやともちろん通りますし、あとそれを輸入した車、 それも通るみたいですまあいろいろ逃げのルールみたいなのそういうのあるのは輸入車対策とかその,の農,作業農作業用の車の対策であってもしかしたら普通車は普通の乗用車とかはウィンカーのランプとあとポジションのランプあと投下用のランプそれ別に用意すくれそれがルールの本音なのかなと思いますねまあ、ちょっと気持ち悪いですけど DIY でやる人は まあ、車検の時は外してあげた方がいいのかなと思いますね。あの、ノーマルに戻した方がいいのかなと思います。まあ、なぜかと言いますと、民間車検場の首を締め、締めさせたくない、そういうところです。民間車検場はピリピリしてます。変な車、曖昧なルールの車、そういうものを、そういうものを車検に通ったっていう、そういう記録を残せないですね。万が一、自分のところの車検、民間車検場を通った車が、 なんか警察に止められてそれでウィンカーの配線が変だこれ基準に合致してるのかそういう揉め事を避けるためにオリジナルに戻せそういうことを言ってると思いますトー日ルイまああまり変えない方がいいような気がしますねあとは自分で変えてオリジナルに戻すそういうことがいいのかなと思いましたちょっと気持ち悪いですけどルールみたいですねル,ル,ルールっていうかなんか暗黙のルールみたいですね まあ野球にしても、ウィンカーの、ウィンカーのポジション化にしても、まあ、何か引っかかるものがありますね。原点を当たる、それは重要です。だからといって、原点を放棄する、そういうのはないと思います。まあ、必ず、ルールブックなり、車の基準なりは見とくといいんじゃないかなと思います。もし、いじる場合は。まあ、気持ち悪いところもありますけど、原点、引き続き参考にするようにしてください。以上です。